全然だって分かるようなものなんもないじゃん。この信号左、青山の左方向です。いて、爪やらかした。左方向です。あれ？うん、なんかクリームパン。青山？でもここわかんねえな、どこだか。あ、一気に目覚めた。青山。あ、でも知ってる地名出てきたな。三陰とか。あ、やべやべ。およそ70キロメートル右方向です。城山、あー、こっから合流だわ。これ右曲がるとあそこだよ、スキーあるとこだよ。あ、一気に目覚めた。スキーは食べよう。食べる？食べなくて、いる？いや、全然腹減ってないんだけど。いや、俺食べちゃうよ。うん、よく食えんね。うん、もう近いもん。え？40、いや、近いもんじゃん。着いたら、それでは頼んないか。うん、別にすぐできるもん。うん、そんなに。そうしよう。あ、手なくていいよ。うん、一気に目覚めてよ、ここで。ちょっと疲れちゃったけど。あ、なるほど、ね、ここ曲がればいいんだ。うん、はい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 。なんか思った場所に出てきた。うん、だからいつもこの辺、そう、だからいつも通る道あるから。そうだね、あっつってあそこだもんね。そうそう、はいはい、はい、なんかその辺のよくこっちに道志村って書いてある看板案内あったから、あの辺に出んのかなって思ったけど、なんか本当にビンゴだったっぽい。で、清田先生が3連で出てくると。で、好きやると。あ、はいはいはい。へえ、なるほどね。ここでようやく分かったわ、この道を通る。じゃ、ちょっと待って。そういう道ね。